はい、こんにちは。今回の一日一冊紹介は、ひとりさんの人生に成功したい人が読む本をご紹介したいと思います。この本はですね、ひとりさんの本の中ではもう珍しくちょっと口調が、厳しいというか、ちょっと激しい感じの文体の本です。おそらくですね、丸勘さん向けの社員さんっていうかお弟子さんっていうか社員さん向けに、内部の方向けにひとりさんが語ったことを、文字起こししたんじゃないかなっていうような本なんですけど、ちょっといつものひとりさんの本とちょっとこう文章の雰囲気が違うので、少しこうびっくりするような感じです。ですから、例えばその威張っちゃいけない、舐められちゃいけないというひとりさんの有名な言葉があるんですけど、これってですね、どっちかっていうとこう丸勘さんの人たちに向けてですね、丸勘さんに集まってる人たちが真面目なんだけど少しおとなしい人が多いから、舐められてしまうと。だから謙虚なのはいいけれども舐められちゃいけないんだよ。威張ったらいけないんだけど舐められちゃいけないんだよっていうのは、どっちかって言ったらその広く一般の人に向けて言ってるっていうよりは、その丸勘さんに集まってるその真面目なんだけどちょっとおとなしめの方に向かって、よく言ってる言葉なんじゃないかなっていうふうに、私はこれは個人的な解釈ですけど、そんなふうに感じています。で、この本でですね、ひとりさんが珍しく今までの本とちょっと違うことを、言ってるなと思ったのは、その欲ですね、欲求というか欲についてっていうのは、実はこの本はちょっとひとりさんにしては珍しいなっていう感じの本なんですけれども、どっちかって言ったらひとりさんってすごい自由人なんで、あんまりこうとにかく心が自由なんですよね。ですからとにかくお金持ちなんだけど、その所有も何かを持つ、所有するってことにすごくこだわらない方なんですけど、今から成功したいんだったらとにかくいい車に乗りたいとか、いい家に住みたいとか、ちょっと一旗上げてやりたいっていうその欲っていうのがないと成功できないんだよっていうことをすごく強調されてるんですね。で、これがすごくひとりさんの本としてはすごく珍しい。どっちかって言ったらですね、ひとりさんは自分の自由な生き方っていうのを本にしたり、その CD として音声として広めてくださってるような感じがするんですが、この本に関してはとにかく今からその人生の飛行機が離陸する、今から成功に向かって上に上がっていくんだったら、とにかくそのいい車に乗りたいとか、女にモテたいとか、いい家に住みたいっていうその欲がないとまず無理みたいな、それを欲を抑えろっていう教えがあるんだったら、それは間違ってるということで、すごく強調して言ってらっしゃいます。で、これ確かにその通りで、正しいことってその人の人生のステージによって違うんですよね。飛行機も3段階あります。離陸の瞬間で、上昇してる瞬間、そして安定飛行に入ってる瞬間ですね。で、それぞれやっぱり必要な教えとか考え方っていうのは違うわけですよ。今から離陸する人は、周りの反対なんか、とにかく振り切ってアクセル全開で滑走路をまっすぐ走っていかないと、まずエネルギーが溜まっていかないし、離陸した瞬間っていうのはもう向かい風に向かって飛び立っていく。そして離陸した後も上昇してる間はずっとエネルギーがいるわけですよね。で、その時のそのエネルギーって何なんですかって言ったら、それは欲であると。欲求です。なんしたい、堂々なりたいっていう欲求で、それをもし抑えないといけないっていう教えがあったら、それは成功に対しては嘘だと。成功するためにはまずその自分の欲求っていうものを強く肯定して認めて、でそのために一生懸命やればいいじゃんっていうことをしっかり堂々と伝えてくださってる本だというふうに思います。どうしてもですね、もう成功しきった後の人たちの話っていうのは、もう飛行機で言ったら安定飛行に入ってる人たちの話が多いわけですね。だからその謙虚とか感謝とか、もちろんそれ間違ってるんじゃないですよ。間違ってるわけじゃないんですけど、いきなり自分はまだ成功もしてないのに謙虚とか感謝とかって言ってもなかなかやっぱ受け入れられないし、ちょっとエネルギー不足でその安定飛行の上空までいかないんですよね。まずは最初は金持ちになりたいと、とにかく一旗あげてやりたい、有名になってやるぞと、いい車に乗りたいと、いい女にモテたいと、いい家に住みたいっていうのをまず積極的に認めて、でそのエネルギーで離陸しろと、で上昇していけということを力強く後押ししてくれる、応援してくれる、そういう本だと思います。はい、今回ご紹介したのはひとりさんの、人生に成功したい人が読む本という本をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。